あ、おはようございます。ゼロも満席。じゃあ今日は黄門茶碗を初打ちしよう。皆さんこんにちは。 DMM パッチタウン専属タレントのみぽりんこと水木美穂です。セクシービームでママ色に染めちゃうぞ。はい、今日は百戦錬磨の集落ということで、静岡県にありますコンコルド静岡緑が丘店様の方にお邪魔してていただきます。百戦錬磨という番組はもう皆さんももうそろそろご存知かなと思うんですけど、己の最大限のパフォーマンスを発揮するという番組になってまして、3つの賞をいただけるんですよ。そう、パフォーマンスを発揮できたらとりあえず賞がいただけるというふうになってるので、今日は頑張っていきたいと思います。なんかいつもそんなにいいところを見せれていないので、もう今回こそは、もう前回も言ってたんですけど、今回こそはなんかすごいのを弾けたらいいなと思ってます。なので今日は頑張りたいと思います。気合を入れて行ってきます。じゃあ黄門茶碗メガ盛りスタート。さあ黄門茶碗メガ盛り初打ちなんです、実は。まあ、でも筐体は黄門茶碗 V と同じですしね、ゲームのゲーム性とかも、あ、まあ、黄門茶碗は数に近いところがあるんで分かるかなと思ってるんですけど、黄門茶碗は数と同じような感じで、あ、前のインロ箱、ご意向箱の代わりに名前がちょっと変わったんですけど、おぎん箱と女神箱でしたっけ、なんかそんな感じの名前だった気がするんですけど、があって、このポイントメーターポイントか貯めて AT チャンスゾーンを目指して打っていくっていう人生になってます。お、いきなりなんか引きました、子役チェリーか。で、チェリーの時はあ、バチェバ、いきなりバチェバ、いい方のチェリーを引きました。お、いきなりバチェバ で隠れてるんですよね。この基本は310とかだけど隠れてて、もしかしたら縮まってる可能性もあるっていう。ジェニーは力じゃよ。続く？あ、なになになに、あ、一気に増えました。あれー、マックスになったどうせならこっちもなってほしかったんだけど、こうすってほど両方同時に溜まりやすい。あー、レッツプレイ、おぎんチャンネル始まった。普通のピンクですね。チャンスアップでこの赤色になったりするんですけど、あー、ユーレディ、これもう5段階あって、1 で8点、同じ演出ですけど弱そう。いや、もう絶対無理なやつ、あー悲しい。あー変わる。お、おぎんチャンネルステップアップ、実績ナンバーワン、叩きどころマックスにならないといけないってことですよね。いや、きつい。アズゾーン入ってくれたらこのポイントもガッとたまるかもしれない、うん、あ、終わった。
今かよ今終わったのに。あ、Come you。マックスになったけど。あ、こっちもたまる。あー。なるほどなるほど。あれ終わった。あ、でも赤文字。さあどこまで行くかな。あー、お願いお願いお願い。おいた、23行け。あー行かなかった。あー、もう消えて。あ、お願いします。下でよし、ガチガチレバーゾーン入りました。うん、チャンスゾーン、チャンスゾーンやっと入った。あー、いけた、よかった。じゃあ、まあもうちょっとアップしてほしいところですよね。2ゲーム我慢2ゲーム子役を引いたらダメということで。あー、やば。あ、よかった。子役子役子役、よし、うまーもう声閉じた方がいいでしょう、これより。そうですよね。よし、うわー、引いちゃった、ベル引いちゃった。あー、でもまあラブラブオギンデートーム。あー、勝つの時はね、これ弾けたらなんか嬉しかったけど。告白を成功させましょう。いません、お銀ちゃんが好きだよ。いや、もうほんまにやばいダメだ、悲しすぎる。終わった、20% しかないですよ。赤文字？違う？あー、すごい、やったー、プレミア蝶々柄が出た。よっしゃー、ありがとうございます。やったー、告白 20% で成功しました。めっちゃ嬉しい、よかった、ありがとう。イエーイ、神盛り、あ、違う、メガ盛りジャッジメント。初当たりの時はあれですよね、 AT がレベルが 1,2,3 であって初当たりの時はレベル2以上なんですよね。ああ、右ですね、右右、そう、最初はそうだそうだ、レベル2以上やから、この 50% なんですよね、癒やす降臨が。だから最初はやっぱりこっちを選ばないと面白くないですよね。じゃあ癒やす降臨を目指して頑張りましょう。はい、頑張ります、お願いします。審判の時です、いきます。さあ、これ通常パターンだな。あ、よー、いけ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 、うそあれ終わったなんで、あー、ただの上乗せやった。よし、ガチガチレバーゾーンお願いします。ちょっとチャンスアップになってないかな。あ、マロバトルのチャンスがやってきました。
これは頑張らないと。今なんでやばい、絶対これになりそう。やめとこう、言ったらあかん。ほらーもう、あーごめんなさい。もう悲しい、もう絶対ダメやん。一番寒い、星2やし、あ 2.5 か、やば。はあ、復活して これ奇数示唆らしいです。あたまりそうだ、まだ片方だけたまりそう、たまっちゃった。よーし、で、よし次、3、あ、よし楽しめます。ガチガチレバーゾーン、でチャンス目、あー。どうなんだろう、もう引きですね。もうそろそろ引き役になってきたかな。今からです、今から3ゲーム以内に早く押し付けたらいいだけ。ベルカリプレイでいいのに。よし上がった、よっしゃー、よしよしよし、うまい。ここは何もないから OK。 もういやいやいや、もういやいや、もう一番嫌なやつ。もうなんとかならんかな。ミッドシャイニングキングダム、そうゲームします、ゲームスタート。よし、チャンスアップとか出てほしいですね。敵を倒した、ご一行のレベルが上がった。あ、なんか赤文字、お、チャンス、これ熱いですよね。よっしゃー、上がるんじゃないですか、だいぶ。お、80まで行きましたよ。ほら、作戦は印籠を探せ、上がる、おおお、90、もうこれいけそうな気がしてきた。ボスが来たか、ボスが来た、90、レベル90やからこれ勝たないと、勝たないといけません。豪快出現、頑張れー。あ、ダメージ受けちゃってるやん、たくさんの攻撃、豪快にダメージ与えた。あたしらが、どうやって攻撃するの。あ、そっか。あ、ほんまや、回避した。熱い熱い、倒せ、よっしゃやりました。まあでも 90% いけるでしょう、90、レベル90はね、さすがに。やったー、ありがとうございます。50% 取ります、当たりなんで。リアス再臨入れるしかないですね。行きます、行ってきます。あー、赤色だ、よし行きます。私はリアス再臨に入れます。いけ、
そう、そうなんですね。チャンスアップ来て、やば、通常でしょこれ。もうチャンスアップ出てきてほしい、お願い。ダメだわ、いけ、奇跡、よっしゃ、やったいいえ、嬉しい、ありがとうございます。いやスサイル入れました、よいしょ、いただきました。リターンズ、もしもし、懐かしい、100超えた、100超えた、最低100ですもんね、300ぐらいいってほしい、300、あー普通ですよね、通常パターン、テロップ通常、長く長く長く、うわ早いわ、もう絶対100、もう100でしょこれ、もうやっぱり、まあいっか、上乗せだけよりはマシですね、まあまあ、いやでも平均が130ちょっとですよね、確か200ぐらいは行ってほしかったな。まあこの間になんかレア子役を引いてチャンスゾーンから上乗せさせるか、ゲーム数解除で当てるかですね。100ゲームあれば何かできるでしょう。後期あ、展開行きました、バチェバチ、すげーのチャンス、おー静まれー、バチェバ、あれやった、よっしゃー、罰がない、おひんちゃんデート、あーおひんちゃんデートだ、ラブラブおひんデート、どうなんやろう、当たるかな、なんか当たりそうな気もするけど、18ゲームのスタート。ん？お！ラッキー。10%、もうこれいけ、100%、あ、確定、確定です。やったー。よし。告白タイム、大好きだよ、どうしよう私、おー震えてます、やったー、やりました、ありがとうございます、いい音いい音、メガ盛りジャッジメント、やったー、なしはないから、こっちこっちにします、頑張れ、いけ、うわー通常パターン、お、あー吉野部登場ですよ、息子でしょ
吉野部登場したからにはもうね、行きますよ、上野選手行きます。よっしゃー、おぎんらんぶやりました、よかった。初おぎんらんぶ、これ5ゲームでしたっけ、5ゲーム間でとりあえずドキドキを溜めていくんかな。はい、ドキドキを。お、ここで子役。ああ、バチェバではないけど、なでなで。お、増えてた、ドキドキ9個、キュンキュンですね。ラスト1ゲーム。あ、でこれ長押ししてどんだけ上乗せできてるかってやつですね。プシュ、おー、55ゲームあ、バイチャンス、帰ってきたバイチャンス、頑張れ。嘘嘘まあでもいっか、話せできただけで駆け抜けるよりは。あー、ラスト、まあ、ガチガチレバーゾーン、さあどうなるか、うん、お願い、よっしゃー。まあでもどうやろう、でもおぎんちゃん今日2回とも入ってるから入る気がする。入れます。いやー、おバチリ、これで70ですね、とりあえず 80% いきました。大好きだよ、お願い。よっしゃー、よかった、もうよかった、本当によかった、当たりました。はー、メガボリジャーチメントいただきました。バイバイ見てないし、こっちにしよう、します。いけいけ、お願いします。いい通常か、いやー普通だなー。あー、よっしゃよっしゃよっしゃ、やった、バイバイ、見れました、バイチャンスで、これでちゃんと捕まえてもらわないと、ちゃんと捕まえてきてね。え、あー、びっくりした、めっちゃびっくりした。え、1回は確定なんですか、どうなんやろう。まあでも44で、だからもう1回あるってことなんですよね、ゾロ目やから。え、1が8、あ、そっか、これでもう1回倍になってもまた倍になるかもしれんってことや。捕まえて、もう本当に捕まえてほしい。通常パターンか、おっしゃおっしゃおっしゃ、うまい、よーし、わっ、やば、 5% 引いた、すごい、ちょっと引きが戻ってきた。、うん、すごいマッサージ
チェアに座ってるからご飯めっちゃ大盛りで、待って待ってよ、頼むから待って、ちょっと絶対これ100でしょ、100やろ、あーもうなー、もう、わーもうショック、うーわー終わった、おー、おぎんちゃん、ささささぐすしさもう時間があと1時間もないんでやめます、トーモンちゃま AT 終わった後にやめるのが一番ベストかなと思うので、ちょうどもう終わっちゃったんでやめます、はい、でもまあめっちゃ負けたってわけじゃないんで戻ってきたんでよかったです、2万3000投資で880万円ぐらいは戻ってきたんで、あーラストです、おおすごーいラストって言ったから光りますね、負けっぽいあ、化け、ほんまや、これ化けっぽい、あー、化けっぽい、私いつもジャグラー打った一発目の当たりは化けなんですよ、もうやだビッグ、まあ確かに化けあんま引けてない台やから化けかも、でもビッグに変えていく、イエーイ、やったー、よかった、よし969、ちょっと増えました時間も時間なんで終わります、はい、実践終了しました、今日の結果を発表したいと思います、今日は1081枚投資回収が969枚ということでマイナス112枚負けなんとも言えないちょい負けの結果に終わってしまいました、前回もこんな感じだった気がしますねいや思いっきりいっぱい勝てる日は来ないんでしょうか何なんだろう、でも今日肛門ちゃまあのメガ盛り初めて言ったんですけどめっちゃ面白かったです、もうなんか常に熱くなれますね、あれはもうガチガチレバーゾーンがめちゃくちゃ楽しかった、もうガチでやってるからもうね自分の引きさえ良ければずっと永遠勝てるんじゃないかって気持ちになる、でもあれはよくできてるなと思いました、しかも結構なんかそんな大きい罠じゃなかったけどうまくいったんじゃないかなと思ってます、引かないといけない時にちゃんとね早く引けてましたし、またいつかリベンジしたいなと思います、今日の実践もまたなんかって感じでしたけれどもでも楽しかったんで良かったかなと思います、はい、すごく盛り上がってました、皆さんもぜひ遊びに来てください、それではありがとうございました、バイバイ。